はい、今回は食べのものもの第2回目ということで、第1回目はなんか不意に始まったんですけど、今回は自分でここに行きたいっていうのは、ちょっと食べのものもので行きたいっていうので、ここが絶対的に行きたいっていうのがあって、そこにちょっと今回アポイントを取っていきたいと思います。ここはね、ずっと行きたかったんですよ。まあ、電話からちょっとアポ取っていきますね。待って、かけちゃう。待って、ちゃんと話す内容復習して、アイドルのカイマリノというものなんですがっていうのと、 YouTube に載せるための企画でっていうのと、あと取材動画撮影 OK かっていうのと、あまり周りの人映らない形で騒がないっていう、迷惑はかけないっていうのと、いつの日程、日時がいいかっていうの。ちょっと。はい。それはですね、お楽しみに。かけました。はい。ちょっと今回お願いがあってお電話したんですけども、私、アイドルグループのカイマリノと言うんですが、今回、カイマスターズさんのお店にちょっとお伺いしたいなと思っておりまして、で、自分が行きたいなと思ったのが、カイマスターズさんのお店ということで、カイっていうお名前がついてるってことで、自分もカイという名字がついてるのでお伺いしたくて、で、そのお伺いする際に、ちょっとカイマスターズさんのお店に取材プラス動画撮影可能かどうかちょっとお伺いしたくて今回お電話したんですけど、どうでしょうか。はい、大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。一応 YouTube に動画を載せる形で、そのカイマスターズさんのお店に行って、お店を紹介したいなっていう動画なんですけど。はい。はい。はい。うん、あ、そういうことですか？はい。そうですか？はい。そうだったんです。ぜひお伺いしたいなっていう。わかりました。そうしましたら、ちょっと一度お伺いしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。それでは、失礼します。どんなテンションでした？なんか不思議なテンションで、やっぱなんか、おばあちゃん、お姉さんがちょっと出ていただいて、オーナーさん、マスターさんにちょっと確認してたんですけど、まあ、そういうのはもういいってっていうのを言われて、いいって自分の感染症、取っていいよってことかと思ったんで、そしたら、なんかまたお姉さんがマスターさんの方に確認していて、なんかその確認してる声も聞こえるんですけど、聞いてたら、なんかそのいいっていうのは、そんなの別にいいよっていう、あんまり大した宣伝にもならないし、もうそういうのは、何回もやってきたけど宣伝に特にならないからもういいよって、別にいいよっていう意味らしくて、一回これ NG なのかなってそこで思ったんですけど、その後にまあ勝手に来て撮ってくれたらいいからっていうテンションで、そういう風ないいっていう言われ方でしたので、日曜日以外は17時から営業してるようなので、勝手に来て撮っていいということでした。これは一応 OK もらいました。よかったです。ひとまず行っていけそうな感じがします。楽しみ。ということで、本日はこちら代々木駅に来ました。やったー。まあちょっとこの前
用事あって来たんですけど、代々木自体割と自分にとって懐かしい地なので、ちょっと今日は紹介したいと思います。代々木駅周辺で、本日の第一の目的はちょっとあっちにあるんですけど、それは最後に行きたいと思います。あっちにあるからちょっと見せようかな。あっち、あ、もう見えてきた。あそこにあるんですけど、海、海、海マリノ。結構みんな知ってる人多いんじゃないかな。見かけた方多いんじゃないですか。あそこです。スナック海、下に海マスターズを見せて書いてあるんですけど、あそこずっと気になっていたんで、今日は散策した後最後あそこに、あちらにお邪魔したいと思います。この間アポ取って今日は行けるのでお邪魔するんですけど、お伺いするんですけど、けどあそこに今日見たら初めての方歓迎って書いてあって、よかった。歓迎してくれるのかな。ちょっと電話対応はちょっとだけ面倒くさそうな雰囲気出てたんですけど、なんか不安もありますけど、まあ撮影別にいいよみたいな感じだったし、初めての方歓迎なので大丈夫でしょう。最後行きます。楽しみ。交差点の方戻ってきました。戻ってきたんですけど、代々木駅周辺の散策したいと思います。代々木駅は割と飲食店多いんですよね。特に今から行く通りは多い。いつも通るときにお腹減ってる状態だと全部美味しそうに見えて入りたくなるんですけど、いっぱいある。そう、こっちの通り、北口出て、こっちに歩きます。この道結構割と自分好きなんです。いろいろとご飯屋さんがあったり、そう、ここに上にも電車通ってるし、下にも電車通る。そう、この辺が好き。この辺が好き。原点みたいな場所、あっちに北参道とあっちに千駄ヶ谷があるんですけど、まあ、その辺り結構通ってたんで、昔最初自分がアイドル活動を始める時に近くに事務所があったんで、ここが割と活動の原点みたいな感じです。踏切あるのがいいよね。ここの踏切ですね。あそこも夜綺麗なので好きで青になった。めっちゃ線路。いい道だね。こんな感じなんです。代々木のいいポイント1個目、踏切です。こんな感じでした。今日秋なんですけど、そう、散策しやすい気温感で良かったです。ちょっと風邪ひんやりするけど、気温が昨日おとといめっちゃ寒くて、今日はちょい寒いくらい。ここなんだろう。気になる。あ、そこに行くとちょっと信号があるんですけど、信号の先渡りたいと思います。ここ音楽スタジオがある。飲食店いっぱいあるけど、自分1個も入
入ったことなくて、だからちょっと入りたいって。この通りも懐かしい。懐かしいです。もう毎週通ってたんで、この辺り。待って、なくなってるかも。なくなってる。自分知ってるのは、そこにミニストップあったんですけど、はい、ミニストップじゃなくなってる。郵便ポストがある奥の方、そこ何になったの。寂しいな。なんだろう、あとミニストップだったのに違う。このミニストップも来てました。来ないけど、郵便ポストが代わりにあります。これもともとあったのかな。どうだろう、施設ミニストップなくなってました。ここでパフェ食べたりしてた、帰り際とか。残念。そうなんだね。いつなくなったんだろう。ないですね。じゃあこっち行きましょう。今夕日が綺麗。今綺麗。こっちの方も歩いていくとちょっと公園ちっちゃいとこあったりしていい感じです。割とちょっとその憩いの場じゃないけど、ちょっと休憩スポット的な、まあ、自分の好きなスポットが所々にある感じ。ミニストップもめっちゃ好きだったのに。木々のある草のあるところなんですけど、なんかちょっとマイナスイオン溢れてる感じがする。そう、ちょっとねここら辺生い茂ってて、まあ、ちょっとここはマイナスイオン感じて憩いの場ですかね。ちょっとしたなんか涼しい感じ、爽やかな心地。やっぱマイナスイオンだと思う。現在、あ、そう、ここ緑がいっぱいだから、こっちなんですよね。今ここで何があるのかな。これは明治神宮。ここ自体あんま行ったことないんですけど、ちょっと渡れますか。今ちょうど5時になったみたいです。あ、なんかでもすごい涼しい。昨日雨降った後だからかわかんないけど、なんかね、木々の生い茂ってるとこがすごい空気冷たい。マイナスイオンかな。いいですね、この緑、緑加減。この緑加減まで行ってみようかな。行ったことなくて。結構すごい。こっちとかなんだかわかんないけど、なんかすごいよ。なんかすごい。なんだろう。なんかわかんないけど。なんか平穏、平
らなくて今回閉門でした。めっちゃフラッシュバックしたけど今。さっき5時の鐘鳴ってたし、もう終わったみたいです。本日は閉門しました。残念。今日は入るつもりだったら全然いいんですけど。めっちゃ良さそう。見えるかな。夜も綺麗だな。めっちゃいい雰囲気ですね。ちょっといつか行きたいです。はい。本日は閉門しました。バイバイ。いい感じに、いい具合に夕焼けになってきました。めっちゃいい、心地いい感じが。え、そこの、そこの花があっちは歩いたことある。あんま行ったことない。かわいい、かわいい。めっちゃ良くない？ここら辺すごいいいなって思った。ここに花って書いてある。お花屋さんに導かれたくなるお花をつけました。ここいいですか？この中が大変。ここら辺いいですね。しかもこれ柿の木じゃん。柿の木まだ緑。こじんまりとおすすめ。めちゃめちゃ夕日綺麗になってきた。そうです。見える？すごいいい景色。ちょっとここは車通りある道なんだけど、すごい空をちゃんと見えて、秋の夕焼けと秋の昼の空も、うん、なんか空いつ見てもいい。今はちょっと遠回りして代々木駅の方に向かってます。代々木駅の方に戻りつつあるんですけど、ちょっとこの道で合ってるか不安になってきた。この道で合ってるか。まあ戻れるでしょ。前になんかどっかの道で駄菓子屋あったんですけど、もうちょっと場所がわかんないですね。けどね、駄菓子屋あったんです。だって今調べたらあった。今調べたらありました。駄菓子屋なっちゃんっていうところがあって、ここ多分ね通りにあるなって思ってた。けどここはだいぶ戻らないから普通に歩いてる。
そこもタワー見えてきた。あれも好き。なんか新宿って感じがする。なんか自分の新宿のイメージ、あのドコモタワーなんですけど、あれです。割と結構新宿好きなんで、自分。この道をちょっと右に曲がって、あっちに行って、で、あっちに行くと、途中駄菓子屋がある場所にある。あ、あの辺にあります。アパート。だけど。ついにやってきました。目の前、もう日が暮れて、夜になりましたので、営業開始してると思います。ここは、スナック開、15時からやってるみたいです。あ、違う、17時です。5時。間違えた。自分です、開っていうのは。タイマリのスナック開に、初、入ってみたいと思います。これまでずっと気になってて入ってみたいと思ってたんですけど、一人じゃちょっとやっぱ入りにくい雰囲気もあって入りたいと思って、すごい、あんまりどういうお店か知らなかったんですけど、今回行くってなってスナックってことだということがまず分かって、サラリーマンの演歌スナックっていうことをさっき知って、はい、貝っていうのがなんか逆さに書いてる、なんかここに書いてあるところと、あとカラオケができるらしい。生ピアノでも歌えますって、え、すごくない？しかもゴルフコンってあります。ラウンド85、綺麗着れない方教えます。よくわかんないけど、ゴルフできるってこと？会費必要です。3000円。すごい、なんだろう、すごい、囲碁、将棋、店内でできます。やりたい。けど、できないかも。つまみ、70種類以上ある。めちゃめちゃある。次、日帰り、山登りやってますね。月に変えてるの。すごい。え、どういうことだろう。一緒に登山しましょうってこと？ちょっと、旅のまのまの第3回、これ参加したら面白いかもしれない。今山登りしたいんで、ね、ちょうど参加できる。月2回やってるそうなんで、本当かな。すごい。でもとりあえずお酒飲めるし、おつまみ70種類であるってことなんで、このスナックカリさんの雰囲気を楽しみながら飲みたいと思います。楽しい。歌えるかな。自分演歌できないけど、演歌じゃないと歌っちゃダメなのかな。でも生ピアノで歌うのめっちゃ良さそうなんで、歌いたいです、生ピアノで。じゃあ行っていきたいと思います。初めての方大歓迎、ちょっとカイマリノだってことを言いたいと思います。行ってきます。あ、お邪魔します。はい。